アスカデラ、アスカデラは、奈良県高市郡アスカ村にある寺院。蘇我氏の宇治寺である、宝光寺、仏法が交流する寺の井の後ろ身である。本尊は、アスカ大仏と、通称される、釈迦如来、回帰、創立者は、蘇我馬子である。三号を鳥型山と称する。現在の宗派は、新温宗豊山派。震災国33カ所第9番札所。 アスカデラには複数の古障がある。方号は、方光寺、または、元光寺、元光寺であり、平城戦都と,と共に、今の奈良市に移った寺は、元光寺と称する。一方、蘇我馬子が建立した、方光寺中近道跡に今も残る、正寺委員の交渉は、阿グイ、アンゴである。日本書紀では、方光寺、元光寺、飛鳥アスカなどの表記が用いられている。 古代の寺院には、飛鳥カテラ、山田寺、岡寺のような和風の寺号と、宝光寺、浄土寺、流外寺のような、漢風寺号、宝庫とがあるが、福山敏夫は、宝庫の使用は、天武天皇八年、六七十九年の諸寺の名を定むの命以降であるとしている。宝庫とは、仏法交流の意であり、隋の文帝、要件が、 三保交流の章を出した591年を、奉公元年と称したこととの関連も指摘されている。本校では、孫が混流した寺院と、その宝刀を継いで、アスカに現存する寺院、阿グイ等を含め、アスカ寺と呼称する。なお、国の史跡の指定名称は、アスカ寺跡である。アスカ寺、奉公寺は、蘇我氏の宇治寺として6世紀末から7世紀初頭に、 かけて造営されたもので、本格的な画覧を備えた日本最初の仏教寺院である。発願から創建に至る経緯は、日本初期、願号寺が乱演技並びる岸財長、第五寺元、諸寺演技集初州、以下、願号寺演技という、並びに、同演技に引用されている、路盤名と上六名に記載がある。福山敏夫は、願号寺演技の本文には、殉職があり、 資料価値が劣るとする一方で、ロバン名は縁起本部によりも古い資料であり、信頼がおけるとしている。日本書紀によると、法光寺、アスカは、陽明天皇二年、五百八十七年に、蘇我馬子が根流を発願したものである。孫は、廃物派のモ延ノベモリアと対立していた。孫は、モリアとの戦いに際して、勝利を記念し、諸天と大神皇の捧ぐため、 おほみために、地頭、寺を起立、建てて、見法流通、伝えむと生願し、アスカの地に寺を建てることにしたという。岸士しおによると、古代のアスカの地とは、アスカ川の右岸、東岸の、現在のアスカ寺境内を中心とする狭い区域を、指していた。一方、天平19年、747年成立の、元号寺縁儀には発願の年は、日のと羊年。 五百八十七年年、発願の年自体は、初期と同じながら、内容の異なる記載がある。願号寺演技によると日野と羊都市、三に、全身に、全像に、えぜには、くだらに渡航して受せんと保守していたが、くだらの客が言うには、この国、当時の日本には、天寺のみがあって、法師寺、相と相がなかったので、法師寺を作り、くだら像を招いて受戒させるべきであるという。 そこで、陽明天皇が、後の水庫天皇と聖徳太子に命じて寺を建てるべき土地を検討させたという。当時の日本には、前述の三義がおり、孫が建てた、宅の東の仏殿、石川の宅の仏殿、王の隆の北の塔などの仏教信仰施設は、あったが、法師寺、宗寺と宗はなかったとみられる。初期によれば、翌、スシ天皇元年、588年、 くだらから日本へそうと技術者、寺校二名、ヤスリバン博士一名、河原博士四名、学校一名が派遣された。このうち、ヤスリバン博士とは、仏塔の屋根状の草林などの金属製部分を担当する工人とみられる。同じ須春天皇元年、アスカの真神の原の地にあったアスカ衣縫い作り素授用、アスカ絹縫い三月子の親子の輪の邸宅を壊して、 方光寺の造営が始められた。初期の巣春天皇三年590年10月上には山に入りて方光寺の財を取るとあり、同五年592年10月上には大方光寺の仏堂と朧を登記、立とある。この立の語義については、かつては近道と回廊が完成したの意に解釈されていたが、後日のような発掘調査や研究の進展に伴い、 立つは気候のいで、この年に聖地工事や木材の調達が終わって、本格的な造営が始まったと解釈されている。初期の水古天皇元年正月十五日、593年2月21日の上には、宝光寺の雪柱、塔の新柱の石の中に、仏車両を置くとの記事があり、翌日の16日、2月22日に、雪柱を立つとある。なお、 昭和32年、1957年の発掘調査の結果、塔跡の地下に埋まっていた、新祖、塔の新柱の祖先に砂利容器が埋納されていたことが確認されている。ただし、砂利容器は後世に塔が消失した際に取り出され、新しい容器を用いて再埋納されていたため、当初の状況は明らかでない。初期の水庫天皇4年。 596年11月上に、宝光寺を作り今日、終わりぬとの記事がある。初期は続けて、孫の子の伝徳が、寺主となり、めぐみ寺、コークリと、めぐみ里とし、くだら像の2名の僧が見始めたとある。願号寺縁起に引く、路伴名にも、平新年11月期、なるとの文言があり、この平新年は596年にあたる。しかし、工事のように、 アスカデラ本尊の釈迦三尊像、倉つくのの鳥作の造流が発願されたのはそれから9年後の、水古天皇13年、605年、像の完成はさらに後のことで、その間、寺はあるが本尊は存在しなかったということになる。この点については研究者によって様々な解釈がある。もう年久は、現存の釈迦如来像、アスカ大仏は、推古天皇4年に都来系の皇人によって、 造流されたもので、水古天皇十三年から作られ始めたのは、東金堂と中根堂の本尊であったとする、二木造英説を唱えた。これとは別に、久の県、松木博美らが唱えた、本尊交代説もある。すなわち、蘇我馬子が所持していた、弥勒石像が、当初の中根堂本尊であったが、後に、蔵作りの鳥作の釈迦三尊像が、本尊になったとする。 この弥勒石像は、美達天皇十三年、五百八十四年、カフカオミ、カフカのオミガクダラから、将来し、孫が、宅の東の仏殿に、安置礼拝していたものである。苦の説では、アスカ中近道後に現存する、本尊大座が石像であり、この大座が、創建寺から動いていないことから、その上に安置されていた仏像も石像であったと、推定する。これに対し、 町田孝一、大橋一将らは一気造栄説を取り、中根道本尊は交代していないとの立場を取る。この説では、水古天皇四年の宝光寺を作り教理には、初期変者が、塔の完成を寺全体の完成と誤認したものと、みなし、寺の中心的存在で、仏通車両祀る塔がまず完成し、他の塔は長い年月をかけて徐々に完成したと見る。今日では、 この説が有力となっている。アスカデラの仮覧については、発掘調査実施以前は四天王寺式仮覧であると考えられていたが、昭和三十一から三十二年、九五十六から九五十七年の発掘調査の結果、当初のアスカデラは、中心の五十頭を囲んで、中根堂、東金堂、西根堂が立つ一等三根堂式の仮覧である。 ことが確認された。初期によれば、水庫天皇十三年、六百五年、天皇は、皇太子、聖徳太子、大臣、孫、将を、初心に御事と乗りして、赤金と縫い、縫い物の,の上六仏像各一区の造流を請願し、蔵作りの鳥、鳥を造仏公とした。そして、これを聞いた、高来国の太公王から黄金三百両が見継ぎ、 のぼされたという。初期によれば、道と縫いの上六仏像は、翌水古天皇14年、606年完成。上六銅像を、願号寺近道に安置しようとしたところ、造工が近道の戸よりも高くて入らないので、戸を壊そうと相談していたところ、倉筑寺の取りの工夫によって、戸を壊さずに安置することができたという相話が、記述されている。一方、願号寺演技に引く。 上六光名、一条六尺の仏像の光拝名、のいには、お中年、水古天皇十三年、六百五年に同と縫いの、釈迦像と京侍を、継造したとあり、造造開始の年は一致しているが、京侍、脇地の存在を明記していること、大公王からの黄金が三百二十両であることなど、細部には、相違がある。上六光名によれば、母神年、 608年に隋の使者、廃生生らが来日して黄金を建て祭り、明年の騎士年、609年に仏像を作り終えたと言う。つまり、初期と常六光明とでは、銅像の本尊、飛鳥カ大仏の完成年時について三年の差がある。福山敏夫は、仏像の完成年は廃生生らの来日の明年であるところ、初期の変者が発願の、 両年と誤認したため、このような違いが生じたものと交渉した。当時の技術水準で、上六の動物が一年足らずで完成するとは、考えにくい点などから、福山の言うように、本尊、アスカ大仏の完成は609年とするのが、通説となっている。大化の改新による蘇我聡家滅亡以後も、アスカ寺は尊数され、天武天皇の時代には、菅が作った寺院。 漢字と同等に扱うようにとする御事の理が出され、文武天皇の時代には、大漢大臣、河原寺、薬師寺と部、四大寺の一とされて、漢字並みに朝廷の保護を受けるようになった。これに関連して飛鳥寺近くの飛鳥池遺跡からは、大量の不本線が発見され、その位置づけをめぐって、飛鳥寺との関係も含め様々な議論が行われている。 アスカデラがこうした日を受けた背景には、同時が当時の日本における仏教教学の研究機関としての機能を有した唯一の寺院であり、朝廷総研の体幹大事や薬師寺をもって、これに代わることができなかったとする説がある。また、アスカデラがこうした機能を用いた背景には、唐において現状に指示して帰国した道明が後に、唐から近いった経典の数々や、 弟子の学僧と共にアスカデラに居住したことがあったと、される。とが、平城系移ると共にアスカデラも現在の奈良市に移転し願号寺となった。俗日本期には、霊気2年、716年に願号寺を左京六条四棒に移すとあり、養老2年、718年上にも、高校寺を新京へ移すとあって記述が重複している。このうち前者の、 左京六条四望は、大安寺の場所にあたることから、霊気二年の記事は、大安寺、大寒大寺の移転の子がご記されたもので、アスカデラ、岩寺の移転は、養老二年のことと考えられている。孫がアスカに建てた元の寺も存続し、本岩郷寺と称されたが、元築七年、千一百九十六年に、内下で唐と,と近藤を消失後、寺勢は衰えた。法流寺層。 今海の大使伝玉林書によると、文安四年1447年の時点で、アスカデラの本尊はロザであり、江戸時代にも仮、道和広があるのみであった。江戸時代の学者、元織則長の菅笠日記には、彼が明和九年1772年にアスカを訪ねた時の様子が書かれているが、当時のアスカデラは、門などもなく、仮染めなる道に、 本尊釈迦如来像が暗記されるのみだったという。現在、賛道入り口に立つ、飛鳥カ大仏の石碑は完成四年、1792年のもので当時すでに、飛鳥カ大仏と呼ばれていたことがわかる。現、本堂は、江戸末期の文政八年、1825年に、大阪の特使家の援助で再建されたもので、創建当時の壮大ながらんの面影はない。 しかし発掘調査の結果、現在のアスカデラ本堂の立つ場所はまさしく間を建てたアスカ寺中近道の跡地であり、本尊の釈迦如来像、アスカ大仏は、補修が甚だしいとはいえ、アスカ時代と同じ場所に安置されていることが分かった。アスカ寺の仮覧は、王子は、塔、五十塔を中心とし、その北に中近道、塔の東西に、東近道、西近道が立つ、 一等三混同式仮覧配置という方式の仮覧の配置がされていた。これらの一等三混同を回廊が囲み、回廊の南正面に注文があった。行道は回廊外の北側にあった。四天王寺式仮覧配置では、行道の左右に回廊が取り付くのに対し、飛鳥カデラでは二つの空間である回廊内の聖域と層の研鑽や、 生活の場である行動その他の建物を明確に区切っていたことが伺われる。注文のすぐ南には難問があった。回廊街の西側には西問があったことも発掘調査で判明している。と、あとは、壇上積もる基段、霧石を組み立てた格の高い基段、階段、周囲の石符、地下式の神祖などが残っていたが、神祖以外の祖先は残っていなかった。新祖は、 地下2.7メートルに据えられ、中央の四角い穴の頭壁に、砂利の輸入口が設けられていた。砂利容器は研究7年、1196年の火災後に取り出されて、再埋納されており、当初の砂利容器は残っていないが、発掘調査時に、玉類、金管、金銀のベータ、蛍光、トースなどが出土した。出土品からは、この寺が、 古墳時代とアスカ時代の境界に位置することが伺える。中近道跡は、壇上積もる基盤跡が残るが、基壇上の礎石は残っていなかった。五国寺本所寺演技集によれば、中近道は、三間面二階材模子の建物で、三社、内陣の柱間が、正面三軒、側面二軒、その周囲に、久し、外陣が回り、建物の外側から見ると、正面五軒、 側面島、重層の建物であったと見られる。もっこし、もっこし、本来の屋根の下に設けた屋根は、当初からあったものかどうか不明である。東西近道跡の基段は火星基段上に玉石を並べた、上勢基段を築いた二重基段で、当、中近道の壇上積もる基段よりは、格の下がるものである。二重基段の内上なり基段の礎石は失われ、 下成木壇には小祖石が並んでいた。この小祖石がどのように用いられたかは不明であるが、深いの木の出を支えるための小柱が並んでいたものと推定される。注文は祖石の残りがよく、正面三軒、奥行き三軒で放流時注文のような重層の門であったと推定される。奥行きが深い三軒のが上大寺院の注文の特色である。 南門も、祖石の残りが良く、正面三軒、奥行き二軒で、霧妻作りの八脚門であったと推定される。昭和52年、1977年の調査で、地域北限の掘立柱兵と石組みの溝が検出された。昭和57年、1982年の調査では、地域北側を区切る兵が南方に折れ曲がる地点、すなわち、 地域の北東隅が確認された。この結果、アスカデラの地域は従来推定されていたより広く、南北が324メートルに達することが分かった。東西の幅については、地域北端の塀の長さは約210メートルであるが、この塀の東端は南方へ直角に折れるのではなく、南東方向へ鈍角に折れており、地域は南側がやや広い台形状になっている。 主要河蘭は、この寺地の中央ではなく南東寄りに建てられており、地域の東部と北部には、様々な付属建物が存在したと推定される。初期によれば、水戸天皇元年、593年、アスカデラの東神祖、東の新柱の祖石に、仏通利が埋納された。後世の仏塔では地表に神祖を据えるが、アスカデラの東神祖は、地下式で、大きさは、 東西2.6メートル、南北2.4メートルを測る。アスカデラの塔は研究7年、1196年に、落雷で消失した。翌研究8年、1197年に、東大寺の僧、ベン・アカツキが記した、本願号寺塔、下堀出魚シャリ縁起にいれば、ベン・アカツキは消失したアスカデラの塔の真相から、フ通シャリと総言具を取り出し、再び埋納したという。 これらの埋能物は昭和32年、1957年の発掘調査で新祖周辺から出土した。出土品には、傾向、上古の鎧の一種、バレエ、トース、玉類など古墳の副装品に共通するものが多い一方で、金銀の延べ板など、奈良時代の寺院の鎮団具に共通するものも含まれており、古墳時代と飛鳥時代の両方の特色を持っている。 これら出土品は、日本最古の仏塔の深祖に埋納された遺物として、貴重なものである。なお、深祖の2メートルほど髪型で出土した、混同製、銅に金メッキのシャリ容器と、これを入れていたヒノキ材製の外箱は、鎌倉時代の最埋納時に新たに作られたものであり、創建当初のシャリ埋納状況は明らかではない。一等祖出土品を列挙すると、以下の通りである。 これらは、奈良文化財研究所アスカ資料館にて保管、展示されている。なお、当後出土品の再整理の際、従来材質不明とされていたものの中に、真珠の小玉14点が含まれていることが、奈良文化財研究所の調査で判明し、同研究所の2017年版企業で調査結果が公表された。これらの小玉は、直径1.5から2ミリメートルの微細なものであるが、 先行されている。蛍光 X 線分析で主成分がカルシウムであると判明したこと、電子顕微鏡による観察で相乗の構造が確認できたことから、これらの小玉は真珠であると判断された。初期によれば、スシュン元年588年、九だらから4人の河原博士が来日したことが知られる。これらの河原博士、または、 その指導を受けた皇人の制作したものと思われる七世紀前半期の河原がアスカデラの域から出土しているが、これらは我東、ノキマル河原の先端の円形部分の素弁伝下分の文様から二系統に分類され、それぞれ花組、星組と通称されている。このうち花組は角弁の先端部分に小さな切り込みを入れて立体感を出している。一方、星組は 各弁の先端部分に1個の視点を表す。花組と星組の瓦は、ガトーリメの仕上げや、ガトーと丸瓦の接合方法にも差が見られる。星組が玉縁式、有段式の丸瓦を用い、ガトーリメは、撫で調整を行うのに対し、花組は丸瓦に行気瓦、無断式を用い、ガトーリメの仕上げに、あまり用を用いていない。以上のことは、 アスカデラ総建機の瓦を制作した、工人集団には二つの系統があったことを意味している。アスカデラ、アグリの本尊で、アスカ大仏の通称で知られる。1940年に重要文化財に指定されており、指定名称は、銅像釈迦如来座像、本堂安置一区である。造高は275.2センチメートル。日本初期、元号寺演技に見える。 倉作りの鳥、鳥物資作の本尊像であるが、口述の通り損傷が激しく、後世の補修を受けている。現存する像のどの部分が倉作りの鳥作のオリジナルで、どの部分が候補であるかについては、口述のように諸説ある。倉作りの鳥は、法流寺近藤本尊釈家三尊像、六百二十三年作の作者であり、同三尊像の光背名には、芝安氏鳥、 芝倉作りの帯と鳥と表記されている。アスカ寺本尊像の完成は、日本初期によれば606年、願号寺演技によれば609年であるが、本校の歴史の不死で述べたように校舎の609年完成説が定説となっている。願号寺演技には脇地像の存在を明記しており、本尊像の下方にある石像台座に両脇地像用と見られる保存穴が残る。 ことから、当初は、法流寺、釈迦三尊像と同様の三尊形式だったはずだが、両脇地像は割れ、釈迦像も鎌倉時代の研究7年、1196年の落雷のための火災で甚大な損害を受けている。1933年に、石田茂作が調査した、際の所見では、頭の上半分、左耳、右手の第二第四種は鋳造後に、銅の表面に、 研磨仕上げがされており、当初のものと見られるが、タイ部の大部分はいい話。表面の仕上げがされていないで構成のものと思われ、脚部は銅の上に粘土で絵紋を作っており、左手は木製のものを差し込んでいるという。また、像の各所に亀裂があり、亀裂の上から紙を貼って墨を塗ったところも見受けられた。 1973年には奈良国立文化財研究所による調査が行われたが、その結果、当初部分と考えられるのは、頭部の額から下、鼻から上の部分と右手の第2第4子のみだとされた。右手の第2.34子については、手のひらの部分に保存雑誌されていることが、X 線撮影によって確認されている。顔形表現のうち、 目の輪郭線や眉から微量に至る線には明らかに当初のタガネ仕上げが残っており、時もわずかに残っている。頭部の下半分は増像当初から陽動の回りきらなかった部分に増眼や補い意を行っていた可能性がある。本像を調査した区の県は左の手のひらの一部は当初のものであるとし、左足裏と左足指の一部は焼け跡が見られることから、 当初のものではないかとしている。当初部分と見られる頭部について見ると、おもながの顔立ちや、安忍系、アーモンド系の目の表現などは現存する他の、アスカフツに共通する表現が見られる。右手の指の表現を見ると、本像では、指の関節部分を1本の黒線で表しているのに、対し、法流寺近藤、釈迦如来像は、同じ箇所を2本の黒線で表していることが、 注意される。体部のほとんどが候補であるが、その複製には、古様が感じられ、消失前の形態を踏襲している、可能性がある。田辺三郎介によると、本像の大衣が左肩せ右肩と回った後、体の前面を折って再び左肩にかかる形は、北儀の小像に見られ、胸の部分に打ち衣の襟を、V 字状に表す点は、くだらの像に例があり。 その下に見える蝶結びのような紐の結び目も、交流時の土のえねね628年、顔及よび、脇地像などに見られる古い形式であるという。2012年7月に、早稲田大学の大橋一章らの研究チームが行った調査結果が、同年10月に公表されたが、これによると原尊像の大部分が増流当初のもので、ある可能性が高いという。大橋らは、 増流当初とされる部分と補修とされる部分に、蛍光 X 線による分析を行ったが、その結果、両者の元素組成には顕著な際は見られなかった。また、蒸気分析により菌が検出されたつて、後輩断片を X 線解説分析したところ、同断片が火災にあったこととと金されていたことが推測された。また、鋳造専門家の調査でも、 同複数回注いだ継ぎ目の跡があり、奈良時代以前の技法としている。大阪大学教授の藤田城を代表者とする研究チームは、2015.2016年に、改めて本像に対する傾向 X 線分析、XR 回分析、X 線解説分析を行うとともに、像内の調査を行った。2017年に発表された同調査の報告書は、 アスカ大仏について、大部の大部分が候補であるとしている。同報告は、本像の面部、オリジナルが残ると、大部、大部分が候補除く蘇生に、大きな差が見られないことについては、研究7年、1196年の火災で解けた、銅を再利用した可能性があるとし、像の、どの箇所がオリジナルでどの箇所が候補であるかについては、以下のように述べている。 本像は創建当初に据えられた石像台座の上に安置されている。発掘調査の結果、この石像台座は創建時から動いていないことが明らかになった。石像の台座に銅像の仏像を安置するのは不自然だとして、久野県らは当初の中根道本像は蘇我馬古書寺の石仏家の弥勒像であり、それが後に本像と入れ替わったものだと想定した。 1八十一年の再調査で、この台座は、花崗岩ではなく、竜山石、業界岩星であることが分かった。また、その上の趣味座は、候補と思われていたが、内部に、当初の竜山石、業界岩星の趣味座の一部が損していることが分かった。このことから、石像の台座は、当初から銅像釈迦如来像を安置するために作られた、ものであり、飛鳥大仏は、飛鳥時代から、 同じ場所に安置されていることが改めて語された。銅像の仏像を石像の台座上に安置したのは銅像の重量を支えるだけの台座を銅で作る技術が当時なかったためではないかと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。